復帰初ゴールです。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、もちろんね、勝ちたかったのは当然だと思うんですが、ただ、まずゴールという結果が出たことについてはどのように捉えていらっしゃいますか。まあ、そうですね、ゴール取れたっていうことは、まあ、すごい嬉しいですけど、うん、まあ、やっぱりチームが勝てなかったっていうのがあるので、うん、まあ、でも、とりあえず、まあ、勝ち点1取れたので、まあ、そこは良かったかなと思います。本当に勝ち点1をもたらしたゴール、大きな仕事をしたと思います。あのゴールシーン振り返ってもらっていいですか。モンちゃんが触ってくれたので、はい、もうトラップだけ集中してシュートはもう本当に落ち着いて蹴れたかなと思います。トラップの後しっかりこう左足振り抜きましたね。気持ち入ってました。いや、気持ち込めました。リーグ戦個人的にも3年ぶりのゴールなんですが、はい、気持ちよかった、意味のあるゴールになったんじゃないかなと思うんですが、まあ、そうですね、まあ、ベルディでゴールを決めれたっていうことが、まあ、本当に僕の中では特別なので、うん、本当に帰ってきて、まあ、今まで、まあ、昔を応援してくれてたサポーターとかもうよく声かけてくれてたんで、まあ、そういう人たちの前でしっかり、まあ、ゴールを決めれたっていうのが本当僕にとってもすごい今日はいい日だなって思います。今日はスタメンでの出場でもありました。2試合連続なんですが、どんな思いで試合に臨まれましたか。そうですね、まあ、パフォーマンス的にはあんまり良くなくて、もうちょいやっぱり攻撃の部分で良さを出さなきゃいけないなって思ってるんですけど、まあ、監督が我慢して使ってくれたっていうのも感謝してるし、まあ、そういう中で、まあ、今日はゴールだけですけど、まあ、その中でも結果を残せたっていうのは、まあ、監督にもちゃんと恩返しというか、まあ、我慢して使ってくれて、まあ、ありがとうっていう部分があったので良かったかなと思います。負けない勝ち点1が今後大事になってくると思うし、まあ、勝ち点3をやっぱ取りたいので、まあ、次このまま負けずにいきたいなと思います。ゴールを待っていたサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。まあ、これからももっとゴールを決めて一緒に喜びましょう。